上手に焼けました。どうも、料理料理さんです。はい、ということでですね、今回はですね、なんとですね、私重大発表があります。なんと私、新しい本を出すことになりました。イエーイ。ワンパンで面倒なしフライパン革命。私実はですね、レンジ料理もやるんですけど、フライパン料理も実はね、結構得意なんですよ。私のフライパン技術がですね、全て詰まったこの本から1レシピ紹介させていただこうと思いまして、めちゃめちゃ美味しい合いびき肉のサイコロステーキ風です。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介していきたいと思います。まずですね、こちら合いびき肉 200g ですね。で、あとニンニク1かけ、もうほとんどそれだけですね。あとまあ小ネギがあればいいかなと思います。あとは調味料は概要欄で説明します。ということでやっていきたいと思います。こちら私フライパン革命という本を出させていただいたんですけども、とにかくね、革命的なレシピがいっぱい入ってるそうなんですけども、まあ僕何を書いたか全然忘れちゃったんですけども、でもね、とてもおすすめな本になってます。めちゃめちゃ頑張った記憶があるから。革命的なフライパン料理を作る上で何が必要かって言ったらですね、僕も革命していかなきゃいけないと思います。ということで私をハイボールで革命させていただきます。はい、粒子革命が起こったところで早速やっていきたいと思います。まずね、ニンニクやっていきます。最初はね、お野菜からやっていきましょうね。ニンニクはね、スライスしていきます。5、6ミリのスライスでいいと思います。あんまりね、薄いと焦げやすくなっちゃうんですよね。なのでこんな感じで、こんな感じですね。これぐらいの薄さがベストですね。そして合いびき肉、こいつを用意してください。で、ここに片栗粉小さじ1、トレーでこねちゃいますね。そしてマナブを4分の1入れていきます。4分の1ね、これね、はい、小さじ1/4、胡椒で、こんな感じで引いていきます。思ってる3倍入れてください。はい、胡椒はね、入れたら入れた分だけ美味しくなります。はい、で、混ぜる。パックのまま混ぜちゃうか。でね、よく混ぜてください。片栗粉がね、全体によく回るような感じで、こう揉みながらこねてってください。で、こねて、まあ今回ね、洗い物嫌なんでパックでまとめちゃいました。厚さ的にはね、1.5 センチぐらい、こういう感じで四角くまとめ上げてください。パックがなくても、なんかバットかなんかに広げて、こういう風に、成形すれば大丈夫ですから。そしたらですね、早速焼いていきたいと思います。フライパンに小さじ1杯のサラダ油入れます。そしてニンニクを入れてですね、ニンニクチップを作っていくんですね。これがあるとね、非常に美味しそうに見えるし、ガーリックオイルも作れるんですね。一石二鳥なんですよ。弱火でね、やっていきます。ガーリックチップを作るときはできればね、弱めの火でやってください。強めの火でやるとね、結構焦がしやすいんですよ、これ実はね。もうね、もうぼちよぼちよ。で、これでもう油切って、もう揚げていく。ほら、美味しそうでしょ、これ。そして、ここにガーリックオイルが残るわけで、お肉これ入れていきます。これぐらいの厚さでまとめてくださいね、これね。で、これをベガンと。で、最初中火で、全体的に焼き目つけていきます。結構片栗粉も入ってるんで、焦げ目ね、結構早くつくんですよ。そしたら、ほら、ほら、どう、めっちゃうまそうでしょ。ナイフで、このままドカってステーキみたいに出して食べてもいいです。それでも全部十分うまい。今回はね、ちょっと お子さんも喜ぶようにサイコロステーキ。今回ちょっとお子さん欲しいです。はい、そしたらですね、両面どうでしょうか。見ていきます。はい、いい感じに焼けてますね。で、両面にこれぐらいいい感じの焼き目がついたら、ちょっと弱火にしちゃいます。弱火にして蓋をして、だいたい 4、5 分中に火が通るまで、やっていきます。今4分20秒ぐらい、4分半ぐらいですかね、経ちましたんで、どれぐらい焼けてるか見ていきたいと思います。てっ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 てれれってれれってれれって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 、はい、上手に焼けました。周り焼けてるんですよ。本当に焼けてるかっていうのを確かめる術を教えます。竹串でつついてください。竹串でつついて、溢れ出る肉汁が透明だったら焼けてますから。これも完全に焼けてます。したら、こいつは一旦まな板の上に置いちゃいます。あとで切り分けるね。で、この時点ではまだ切らないです。ちょっとね、休ませとく。で、ちょっとね、残った油多いんで少し捨てます。まあ、少しね、残しておいてもコクが出るんで、ここでソース作っていきます。ここにお醤油、あと赤ワイン。赤ワインなければね、白ワインでも日本酒でもいいです。
赤ワイン、赤ワインソースにしてみます。で、みりん大さじ1、はい、そしてシュガー小さじ半分ですね。ちょっと甘くします。はい、で、味の素を3振り入れます。はい、で、火にかけます。はい、で、これ煮詰めてソースにしていきます。ここら辺はね、強火で大丈夫です。半分ぐらい煮詰まったら大丈夫ですかね。ここら辺はね、どれぐらい味が濃いのが好きかによるんで、これぐらいですかね。はい、半量ぐらいになったかな。じゃあしたらですね、お肉切っていきます。お肉はね、この大きさだとこれ半分に一回切って、で、ここで、はい、こんな感じ。はい、はい、こんな感じですね。じゃあ盛り付けいきたいと思います。もうこんな感じですよ。こんな感じでね。で、先ほどのソースを、ほほほ、うまそうだね。そしてガーリックチップ、ガーリックチップもね、お肉と一緒に食べるとすっごく香ばしくて美味しいので、これはね、全量かけてあげてください。そしたら、で、小ネギをパラパラパラ、そして最後にブラリルエッペ。じゃあこちらで肉完成です。はい、じゃあできましたので食べていただいてください。ラスおいハイボール、じゃあやっていきたいと思います。やっちゃいます。いただきます。うわ、うまっ。しかも柔らかい。これさ、中のジューシーなところとさ、外のこうがっつり焼かれたお肉の部分の食感のコントラスト、マジいいですね。ダボチャンス、ナイス。いただきます。はい、ガツッといっちゃってください。うん、これはね、うまい。マカロン、めっちゃうまい。うまいよね。ハンバーグみたいに調味料入れないで、うん、もう片栗粉入れてシンプルに凝縮することで、つなぎがね、そう、片栗粉小さじ1杯だけなんですよ。しかも作るのも簡単で安いのが最高。このね、このフライパン飯革命、フライパン飯革命。こんな素晴らしいレシピがなんと100レシピも入っている。もうこれ皆さんぜひ買ってください。はい、じゃあもういいです。あ、すいません。ということで皆さん、よろしくお願いします。こねていくことによってお肉自体もまとまりがあって、まとまりがあります。そして僕の動画もまとまっていくと、そういうことですよ皆さん、ね。まあ、まとめてるのは編集ですけどね。はい、無駄くだよ。編集さんはいつも僕の、どうしようもない動画をちゃんと一つの動画にまとめ上げているので、皆さん、ねぎらいの言葉お待ちしてます。はい。